皆様こんにちは、こんばんは、ワニャニでございます。今回の動画は、ニコンのですね、新しく出てくるであろう新製品や噂の話をですね、ちょっと語りたいと思っております。それでは早速始めていきましょう。まずはですね、今現在噂されている新製品等についてになるんですけども、まずは2400万画素クラスのですね、高速連写機、Z9 ベースかなというふうに噂されてるんですけども、 Z9H というような形に、ね、なるんですかね。まあ、来年がですねオリンピックイヤーになるんですけども、 Z9 の2ですねっていうのが出るんではなくてですね、ちょっと画素数を抑えてですね、まあ、Z9 が4800万画素ぐらいありますんで、それの半分ぐらいに抑えた高速連写機、いわゆるオリンピック用のですね、高速連写機とした、ものが出るんではないかなというふうに噂されてますね。まあ、これ辺は、まあ、胴体のですね、しかも高速の、スポーツなんかを、しっかりとですね撮るため用の、カメラかとして出てくるんではないかなというふうに言われてるわけなんですよね。まあ、本来フラッグシップ機の、モデルになるとですね、オリンピックイヤーの年にですね新型機が出るのが普通なので、まあ、Z9-2 はまだもうちょっと先と伸ばしになってですね、まあ、代わりに Z9 ベースの、Z9H みたいな形でですね、ちょっと画素数を抑えた高速連写機が出るんではないかなという噂になってます。まあ、Z6 をベースにするのかどうかっていうのは分かりませんが、まあ、この辺もですね、まあ、出てくる可能性はかなり高いんじゃないかなっていうふうには思うんですよね。あの噂の方もしっかり出てますし、まあ、何せオリンピックイヤーの年にですね、フラッグシップ機に相当するようなベースのカメラが出てこないということはね、絶対ないと思うんですよね。ただ Z9-2 が出るのはちょっとまだ違うのかなというふうには思うので、まあ待望されてる、まあ、プロのカメラマンさんたちがですね待望してるらしいですね、Z9 レベルの、高速連写機っていうのが出てくる可能性が高いという感じなんで、まあ、この辺はね、しっかり どんなものが出てくるのっていうのをですね、見てみたいなというふうに思います。2つ目はですね Z6-3、Z7-3についてになるんですけども、まあ、これもね、ずいぶん前から噂にはなってるんですが、ZF がね、出た関係からですね、なかなか Z6-3 をね、すぐに出すというわけにもいけませんし、おそらくですね、今その先ほど言った開発をね、力入っている Z9 の、ベースになるのでですね、高速連写機を作ってる分ですね、ちょっと置いておいてですね、してるのかなというふうに思うんですが、まあおそらくね、Z6 シリーズは3000万画素クラスにね、アップ、Z7-3 も6000万画素クラスにですね、画素数がアップするんじゃないかなというふうには思います。まあこれはね、もうソニーさんのね、センサーを買ってますから、どちらにしてもですね、今ソニーさんの、一般的なタイプっていうのが3000万画素クラスで、高画素機タイプが6000万画素クラスになってるんで、そのセンサーをね、買う形になると思うんで、まあこれもね、素直にそのまま、アップしてくるんじゃないかなというふうに思います。ただね、発売の方は、まだしばらく先になるんじゃないかなというふうに思われるので、まあ噂サイト見てもね、まあ当分ありませんよみたいな感じが出てたので、まあ来年の春以降、まあ遅ければね、来年の夏以降みたいな形にね、なってくるんではないかなというふうに思われます。まずね、Z9 ベースのですね、高速連写機が出ればですね、それをガンガン売らないとダメですから、それをね、またしっかり売った後に、それらのね、新機種も出るんじゃないかなというふうに思います。待ってる方もね、かなりたくさんいらっしゃると思うんですけども、購入できるのはまだしばらく先になりそうです。はい、三つ目はですね、レンズロードマップにね、残ってる最後の製品、35mmF1.2 の S レンズ、明るい単焦点レンズですね。まあこれもね、待ってらっしゃる方、やっぱり、たくさんいらっしゃるんですかね。私は超望遠ばっかり使ってですね、広角側のレンズはほとんど使わないんですけども、まあこのあたりもね、とうとうレンズロードマップのね、最後になりますんで、まあこちらのね、方も出てくるのが、まあもう間違いないでしょうね。まあ時間の問題じゃないのかなというふうに思います。
そしてですね、四つ目になるんですけども、こちらはね、噂サイトの方にですね、突然現れたですね、28mm、400mm、F3.5から6.3 のですね、無印レンズになります。いわゆる便利ズームになるんですけども、F マウント時になったらですね、300mm からさらに 100mm 焦点距離を伸ばしてですね、400mm までなるという感じになるんですね。まあ、無印で、しかも、便利ズームで、めちゃくちゃですね、焦点域の広いレンズになるので、まあそこまでですね、写りそのものはですね、期待できないのかもしれないんですが、まあ何せですね、Z レンズになりますし、あのですね、180mm、600mm も無印であれだけ綺麗に写るレンズを出してきたので、まあかなり期待できるんではないかなというふうに思うんですよね。で、広角側もですね、28mm とですね、まあ 24mm から言うと若干広くはなってるんですが、それでもね、F3.5 とね、結構便利ズームの割には頑張ってくれてるんですよね。ですんで、まあ、かなり焦点域が長い分ですね、美しさというかですね、描写もね、まあそこまで綺麗でないにはしてもですね、まあ十分実用には耐えうる、まあ F マウント時代の頃から比べれば随分良くなってるなっていうようなレンズが出てくると思うんですよね。しかも無印ですから金額的にもそこまで高くない。割とね、気軽に買えるレンズというふうな形になると思うので、まあ本当に手元のもの、それからポートレート的なんですね、家族スナップであったりするところから、ちょっとしたですね、長望遠域の、焦点までですね、合わすことができるので、本当にね、かなり使い勝手のいいレンズになるのかなというふうに思います。大きさもね、小型コンパクトにすることが、やっぱり可能な風になってますんで、レンズの設計そのものね、すごくね、進化してますから、手軽にね、持ち出せる長望遠で言いますかですね、非常に便利なズームレンズとしてですね、出てくると思いますのでね、かなり期待できるんじゃないかなというふうに思います。はい。というわけでですね、今後ですね、期待される新製品やファームアップの方になるんですけども、まあ何せレンズロードマップがもうほぼ終了しましたので、今後はまあロードマップの方にですね、載ってなかった製品が出てくるんだろうというふうに思います。ですんで、まあ比較的安価で小型軽量のですね、無印のレンズ群がやっぱりまずたくさん出てくるんじゃないかなというふうに思います。ただね、どのいった段階、どのいったものが出てくるのかっていうのがですね、ロードマップがない分ですね、全くわかんないんですよね。だからもう今後はですね、噂サイトなどをね、追いかけながら出てくるもの、それから実際に使ってる人たちのですね、声をしっかり上げてですね、こういったものを出してほしいっていう要望を伝えながらですね、ニコンさんの方には新規開発していってもらいたいなというふうに思うわけなんですね。まあ無印のレンズ群がたくさん出てくれば、よりですね、使用者の、ユーザーの裾野も広がりますんで、Z マウントのですね、機材がですね、さらに充実していくのをですね、楽しみにしたいなというふうに思います。はい、続いてはですね、APS-C のフラッグシップ機になってるんですけども、もうこれね、待ってる人むちゃくちゃ多いと思うんですよね。私もね、毎回この手のね、お話をするときにはね、必ず話題にしてるんですが、もういい加減ね、Z50 の2でも構いませんし、Z9 のね、APS-C 基板というふうな形でですね、APS-C の3000万画素クラスでですね、もうぶっちゃけ言いますけども、α6700 のですね、センサーで作ってください。ニコさん頼みます。それでですね、中身はですね、Z52 でもね、Z90 でもね、名前はまあどうでもいいです。とりあえずですね、APS-C 機のですね、フラッグシップ機になるようなもの、まあ、フラッグシップ機と呼べないまでもですね、せめて Z50 のですね、2として進化したものをですね、出してくれる人っていうのはね、かなりの方が待ってると思うんで、小型軽量のですね、ボディに積まれたですね、Z9 並みの連射機能とですね、オートフォーカス性能を備えたですね、タイプをですね、早く出してくださいというかね、もういい加減出しましょうよ、本当にね。はい。
お待ちしております。Z9 っていうかね、来年はね、フラグシップ機がね、どうせ出ないんですから、Z9H とかいう中ね、形で出ちゃうんですけどもね、その分ですね、APS-C 機に気合を入れたやつをですね、ぜひ作ってください。これ待ってる人たくさんいると思うのでね、お待ちしております。そしてですね、最後はですね、Z9 のね、ユーザーとして、一言申し上げさせていただくともですね、まだまだ今後もね、ファームアップを期待したいのでですね、Z8 に積んでたやつも、Z9 の方に積んだりとかですね、Z9H に積まれるであろうですね、期待される、機能をですね、じゃんじゃんですね、Z9 の方にファームアップとして載せてください。Z9 をね、まだまだしばらくね、さらに4年後ですね、にしか、どうせ出ないんですから、フラッグシップ機はね、その間の、あとまだ4年分ぐらいでですね、どんどん機能アップしてですね、Z9 をね、使っていていいなぁというふうにね、思ってもらえるようにね、していただければね、嬉しいなぁというふうに思います。はい、というわけでですね、妄想と期待をですね、込めまして、長々と、語ってまいりました。ニコンさんにはね、まだまだこれから期待したいところはね、たくさんありますのでね、今後もどんどんですね、私たちのですね、喜ぶと言いますかですね、期待できるような、機材を出していってもらいたいな、というふうに思っております。それではね、今回もの長い動画になりました。最後までご視聴いただき、ありがとうございました。チャンネル登録がね、まだの方はご登録を、いいねボタンの方もね、ポチッと押していただけますと喜んでおりますので、よろしくお願いいたします。それではね、また次回の動画でお会いいたしましょう。さよなら。